不発弾が存置されている可能性がある空港でございますけれども、福岡空港、那覇空港、宮崎空港、仙台空港等でございます。磁気探査を順次実施するよう検討を指示いたしました。今週水曜日、宮崎空港の東側の誘導路で戦時中に投下されたとみられるアメリカ製の不発弾が爆発しました。この問題を受け、昨日国土交通省は宮崎空港に加え、過去に不発弾が見つかったことのある仙台、福岡、那覇の3空港でも再点検を進める方針だと明らかにしました。那覇空港ではおとといにも不発弾が見つかり、自衛隊が回収しています。国土交通省は、実際に爆発が起きた宮崎空港について、早急に検査に着手し、その他の空港については順次点検を実施していくとしています。